山川穂高 FA 移籍、一気に5人不幸になる。山川、中村、和田、甲斐野、三笠。この FA で幸せになったの誰？山川。山川が不幸になったとかなぜ？謹慎は解けて、金までたくさんもらえてウハウハなのに。三笠抜いてハゲに帰ろ。三笠は不幸にした側や。バタフライエフェクト山川。柳町や三森も不幸か、プロテクト外ってなかなかメンタルに来そう。二人とも契約交渉保有しているの闇が深い。和田も育成システムの批判しているし。まだまだ感染は広がるぞ。山川は不幸になってないやろ。中村明やろ、今回の名誉人的保障。悲惨なのら中村明よ、人的のニュース出た時に中村明でよかったとか中村明取るバカとか言われてたし、元凶の山川だけ幸せなのほんまくさ。甲斐野が大活躍したらさらに話題なるな。プロテクト外、和田育成選手への文句、三森保有、柳町保有。現役ドラフトへ水谷保有。三笠様に立てつくやつはいらねえんだわ。フロントに立てつけばプロテクト外にされて人的保障で移籍できる。山川以上に戒められた和田と甲斐野。ソフトバンクはフロントに闇が深すぎるし若手にはケチだしポスティングで逃げることもできない。当の山川本人は複数年契約もらえて微塵も反省してないんやろうな。そもそも通常のメンタルなら残留するやろうし。三笠は無能っていうよりも頭がいかれてる。ソフトバンク本社も風評被害受けてるで、大物の大貞治も一気に人格を疑われる始末や。本来の山川は全ソフトバンクファンに救世主として大歓迎で入りおらつく予定だった。まさかこんな気まずく申し訳なく入るとは去年の今頃は夢にも思わなかったやろな。他人を戒めて自分だけ幸せになる男。正直もう SB が今やってることの方が山川がやったことより邪悪で卑劣やろ。西武ですらコントロール不能になってチーム崩壊レベルの危機だったのにソフトバンクホークスは高額で爆弾買ってアホですわ。三笠は藤本並みのバッシング受けてる。山川を返せばよかったのにな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。